スリリンリリリリンググ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 グスチャ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 。こんにちは。大阪を拠点にコミュニティや手作りを大切に様々なアイテムをお届けするスローセレクトショップスリーリングスがお届けするコミュニティラジオスリーリングスチャンネル。今回はサザンカの作12月18日に開催された第5回風呂敷古本市のスペシャルゲスト坂田雅子さんの座談会、本が育む食文化を前編と後編2回に分けてお届けしたいと思います。それではお聞きください。始めますか？はい、いいですか？じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。坂田です。よろしくお願いします。はい、今日はね、食と本っていうのがテーマなんですけど、その、まあ、古本の仕事してるとね、食べ物に関する本ってめちゃくちゃ入ってくるんですよ。で、まあ、まずレシピ本がすごいでしょ。で、特に今、ちゃっちゃと、見れるじゃないですか。動画で見ながらご飯作るみたいな風になってきて、それであんまりレシピ本が必要じゃなくなってきたみたいな傾向があって、まあ、でも、だからといってね、売れないわけじゃないのね。で、その、今ネットで見て、何が何グラムとかね、そういうの全部見たり、動画まであるんじゃないですかってお客さんに聞いたら、作るものが決まってるときは便利なんだって。例えば、親子丼作るって言ったら出てくるから。でも、何作ろうかっていうときは、すごい不便だと。で、本の方がいいっていうのが、あ、なるほどなと思って、で、その、ただ、レシピ本は、ここでもちょっと一回話したことあるんですけれども、実は、江戸時代に、食のレシピ本っていっぱい出てるんですよね。いろんなマニュアル本、レシピ本、それからガイド本っていうのが、江戸時代は大量に出ていて、で、レシピ本っていうと、なんか皆さん、何が何グラムとかって思うと思うんですけど、材料は何とかね。材料は書いたんですよ。だけどね、その何グラムとか何分とかがない。そりゃそうだよね。かまどだしさ、その薪で何が使うかで全部違うから、だからそこは書けないんですよね。で、それが出てくるのは大正時代に入ってから、都市ガスが引かれて初めて何分煮なさいとか、私らそういうの慣れているじゃないですか、まあ、そういうもんだと思っちゃってるけど、実はそれは歴史はとっても新しくて、何が何グラムとか、塩は大さじ何さじとかっていうのはもっともっと最近、もう遡っても大正ぐらいなんですよね。で、大正時代の頃の料理本も面白いっちゃ面白いんですけど、今日はですね、40分なので、まあ、皆さんに本の紹介も兼ねて、一冊の本を、取り上げてお話ししたいというふうに思います。で、取り上げる本は、石牟礼道子さんって、水俣とかね、そういうので有名な方なんですけれども、この人は、まあ、水俣病での、ことを、まあ、問題にして、水俣の、天草とか水俣とか、こう、行ったり来たり熊本の方ですけれども、それだけ以外にね、その結構晩年エッセイもいっぱい書かれていて、まあ、それがすごい素晴らしいんですよね。その水俣病がどうのこうのっていうのはあんまり出てこなくても、その何を失ってきたのかっていうことを自然と感じるような美しい、なんだろうね、こう降りてきた言葉みたいなことを書く人で、ちょっとね、他の人は真似できない文章なんですよね。で、この人が食べごしらえおままごとっていう本を書いてます。で、これね、文庫にもなってると思うんだよね。で、実は私持ってたんですけど、なくてこれですとか言って言えないのがすみません。で、食べごしらえおままごとっていう、まずタイトルなんですけど、
食べごしらえってあんまり聞いたことない言葉ですね。これあの石牟礼さんの造語なんですよね。で食べるとこしらえる、でこしらえるっていうのは作るっていう意味よりはあの底辺に存在の存って書いたこしらえるっていうちょっと難しい読み方の、こしらえとかってよく言うんですけど、もともとはねあの刀のこしらえっていうそういうところから来た言葉なんですけど、こしらえるっていうのはちょっといろんな意味があって、あのなんだろう、物が出来上がった様子のことも、ここのお家はいいこしらえだねみたいな感じで使う。だけどもう一つの意味は準備とか用意するとか支度っていうのもあのこしらえ、何煮物を作るこしらえをするっていう言い方を、まあ、するんですね。それを組み合わせて食べごしらえで、おままごとっていうのは何かっていうと、これはよそ行きなんですよね。うん、そのおままごとの遊びって、まずお客さんが目の前にいて、はいどうぞってやるじゃないですか。それは自分が日常に食べるものじゃなくて、そのお客さんが来て食べさせるっていうイメージでおままごとっていうこの2つを、この本の中に扱ってるんですけど、石牟礼さんも全くレシピが出てこないもう読むとね作りたくなるわけだけど、全てに何分とか何さじとか出てこないんですよね。その塩はどこの塩を使うかで加減が違う、塩を焼くかどうかでまた加減が違う、それから、新鮮な魚を使うのか新鮮な掘ってきたばっかり その芋を使うのかで全部違うから書けないって言うんですよね。だからその江戸時代と同じなんですよ。でも本来はそんな風にあの食べ物というのはあったなと。でちょうどこのね、和菓子歳時記っていうあの別冊タイプで持ってきたんですけど、日本の食っていうのはもう和菓子が一番典型的ですけど、あの全て四季の、 あの動きと全部切り離せない。もう和菓子の世界はその端的なもんですね、その色を使う材料、見たもの、まあ桜餅もそうですよね。もう全てがその四季折々にあって、あるいはそこにあるものにその限定せざるを得ないという状況もあるわけですね。今みたいにあの何でも冷凍であるとかそういう時代じゃないの でそれをどうやって食べ物の中に自然を織り込むのかっていうのがこうおままごと的なね、要するに、誰かに食べさせる時のその和菓子で、和菓子の世界はねもうめちゃくちゃ奥が深いんで、あの面白そうと思う人はちょっと和菓子とか、作るのもそうだし材料もすごいんですよね。で今度その石牟礼さんが書いているあの本の中でその食べごしらえっていうことがまあどういうことなのかって、私は最初食べごしらえって聞いた時に、ああこしらえるねと思って、いろんなものを準備してその材料とかその新鮮なものを使ってっていうことかなと思って読み始めたんですよ。そしたら何だろう、石牟礼さんの食べごしらえはその向こうまで入ってきちゃうんですよ。水とか全てで、ちょっとあのいくつかこの本の中でどんなことが書かれているのかっていうのを少し紹介したいなと思うんですね。でまずですね、ブエン寿司っていうあの短い文章がこうずっと並んですけど、ブエン寿司という目次があって、ブエン寿司って聞いたことあります？あんまりないですよね。私もこの本読むまで知らなかったんですけど、ブエンっていうのは塩がない、なしに塩で、ブエン寿司っていうんですね。でこれはあの水俣のかつてあの水俣の海が汚されない前の海で取れた当たり前のようにあの塩もいらないものなんですね。で逆に冷蔵庫とか冷凍技術とか流通とかが今と全然違うから、どこか山間地域に持っていくときはガンガンに塩で固めて運ぶっていうことが当たり前にやられた。でこれサバを使ってるんですよね。で最近はね、生のサバ食べれるようになりましたもんね。あの生のサバ食べようと思うと、私屋久島まで行かなきゃいけないと思っててで屋久島で生のサバが食べたいとか言って、昔でも昔って言ってもね20年もぐらい、20年も経たないかな、その頃は生のサバって食べれなくて、締めたものしか食べれなかったんですね。で石牟礼さんはあの実はお父さんがこの食べごしらえがすごかった。
で行事、季節の行事をとても大切にする人で、で石牟礼さんのお母さんはちょっと文章を読むとなんか幼い天女みたいな感じの人なんですよね。そういう文章も面白いんですけど、お母さんのお母さん、石牟礼さんのおばあちゃんっていうのは盲目になって発狂してしまうんですね。で狂ったお母さんなんですね。でおばあちゃんなのかな。でこの人の面倒を石牟礼さんはずっと一緒に歩きながら見るんですけど、でもその今の、狂人とかあるいは認知症とかもそうかもしれない、すごい大変っていうイメージがあるけれども、その大変なんでしょうけど、その狂ったおばあちゃんの中のその狂ってるんだけど美しいところっていうのがたくさんこう出てくるんですね。でこのお父さんがこのお母さん、おばあちゃんになりますけど、祖母に対する態度っていうのが物腰とかそれから言葉遣いを最も畏敬する人に接するように接する、ものすごい丁重で優しく接してたっていう、そういうお父さんなんですね。で、まあ、家が没落して大変なんですけれども、その石牟礼さんは13歳ぐらいの時からこのお父さんから武円寿司を作る時の包丁の研ぎ方から何から全部教わってるんですけれども、3枚におろした時にね、その身がこう割れない、3枚におろした時、私もよく失敗するんですけど、おろした後割れちゃうとか、そういうのはいけないとか、平サバって言われるサバを使わないといけないとか、塩を振る時はその塩は絶対焼かないといけないとかね、あとこの焼き塩で、サバをまず塩で締めて、その後酢と昆布で締める、まあ、いわば締めサバみたいなもんなんだけど、新鮮さが全然違うから、だから私たちが作るような締めサバとやっぱりちょっと違うみたいなんですよね。で酢でお肉のサバの肉の表面がこう白くなりますよね。締めサバ作ったことある人は分かると思うんですけど、その時にそぎ切りをこうした時に切り口の外側がこうぐるっと薄く固まって、で中、私も一回経験あるんですけど、中がね玉虫色になるんですよね、色が。締めサバうまくいくとその玉虫色になった頃合いが、酒の魚にするにしても寿司にするにしてもまあ一番いいんだというふうにね、まあ、言うんですね。でとても面白いので少し文章なんかも入れてみると、この武円寿司を作る話と絡めて、その天草の男衆と書いて男衆って言います。方言でほとんどね、方言で書かれる混じった言葉で石牟礼さんはいつも書かれるんで、それがまたね何とも言えずいいんですけど、天草の男衆たちは料理がみんな上手ばい、物言いのある時、物言いっていうのはいろんな行事とか、まあさまざまなお葬式とか、そういうのも全て含めてですけど、物言いのある時はみんな寄って美しゅうに盛り付けて、女衆、女衆ですね、ご馳走しなはるよっていう言葉が出てくるんですね。男たち、お父さんから教わってるっていうのは、なんか女の仕事を助けるとか、女が苦労してるからお父さんが助けるじゃないんですよね。その地域の天草の文化の中で男たちが当たり前のようにそうやって、料理をして、女性たちにご馳走するっていうことがしょっちゅうあったようなんですね。であと、こう彼女が生まれて初めて、食べごしらえこと始めっていうことをやるんですね。でご飯を炊くやりたいわけですよ、研ぎたいっつって、そのみちこちゃんが食べごしらえ初めてやるよっつって、みんなこう盛り上がるんですよね。でまあお団子をその作る文章とかがとても美しいので、もうこれ私が説明するよりも文章を読んだ方がいいので少し読みますね。本が見つからないんでネットで探して、なんだっけここの文章とか思いながら書いてるんですけど、子供の頃は草の道や青梅の揃い始めた麦畑にわりわりと霜柱が立ってる上を歩いて、足の指に霜焼けなんぞを作っていたが、思えば厳しいあの寒気の中で自分も一本の木の芽であるような感じを私は持っていた。
霜柱が消えぬ外気の中でも競りの根元の水に入れば暖かかった。丸い形の若葉の群落に雪が積む日には水面から陽炎のような蒸気が漂い、子供心にもそれは優雅感のある眺めだった。大地はその耐熱でたった今まで懐深くこの水を抱いていたのだということがほとんど生理的に感じられた。食べごしらえね、ここまで遡るんですよ。これはセリを積んでくる。で、早春の、もう私も摘み草ガイドをやってるっていうのもあるんですけど、ガイドのためだけじゃなくてね、もう摘み草が好きでしょうがない。で、まだまだ寒い時にこんもりと、なぜかそこだけ、いろんなヨモギとかの新芽がね、固まって出てる場所があるんですよ。で、そこは、非常に、まあ、水が豊かに動いてるっていうことと、そこはあったかいから新芽が出てくるんですね。で、そこだけその彼女が言うのに大地の耐熱がそこにこもって、それが出てきて、それが表出した時にその早春の新芽がこんもり咲いているっていう文章なんですね。で、その、まあ、優雅感っていう言葉が出てきましたよね。優雅感って何なんだろうと思うと、その後の文章に出てくるんですけど、大地の体内の暗い暖かいところにいた者同士が地表の出口で一つ流れに溶け合っている中に、こちらも抱きかかえられている感じっていう言葉が彼女の言葉で、すごいいいでしょ。なんでしょうね。その、そういう時のこう、全身にこう触れてくる、私もそういうものを積んだ時にまだ寒いんですよ、早春だから。だけど外気はものすごい冷たくて清冽で、でも手のひらにはその新芽たちを積んで乗っかる時のそのなんだろうね、まあ、ガイドやってるとみんな可愛いとか言うんですけど、周りは可愛いとかみんな言って一緒に積むんですけど、その可愛いというよりはもう何とも愛おしい愛らしい愛らしさみたいなものを私は感じるんですけど、まあ彼女も文章の中で同じようなことを言ってて、ちょっとこう嬉しかったですよね。そので畑か、こう彼女はね、摘み草のことをこう言ってるんですけどね、畑にはまだ大根も春菊も牧野もたくさんあると、あるんだけど、どうして野の草を摘みたいんだろうっていうことを、どうしてこんなに私は摘みたかったのかなっていうことを書いてて、今もうなくなっちゃいましたけど、去年亡くなりましたね。結構ショックだったんですけどね。で、そのどうしてそのこんなに積みたかったのだろうって、それがね、こんな私が言うと可愛いでもなく愛らしくみたいに言うんですけど、彼女の言葉で言うと、目立ったばかり、目が出たっていう意味です。目立ったばかりのヨモギやヨメナの小さく光った葉先の手のひらの内に触れる愛らしさっていうふうにですね、もうどう言ったらよいか、彼女も言葉がないっていう。で、一つ一つが野の飛沫を浴びるような鮮烈な香りであるというふうに彼女はこの中で表現してるんですね。で、つまり食べるということは、その、まあ、土、水、それから光で、そういうものを野の草たち、あるいはこれは畑の野菜もそうだと思うんですけど、そういうものたちが受け取った時の優雅感っていうものを含めて食べごしらえっていうふうに、まあ、この本の中では、まあ、捉えられています。で、七草がゆとかね、もう季節ごと七夕の時のお餅とかいっぱい出てくるんですけれども、すごいこの好きなのはね、やっぱ草餅を作る時にね、まだ子供なんです、石森さんは。で、お母さんが、まあ、まだ30代ぐらいな感じでしょうね。で、田を植え草を取り麦の種をまいて刈り入れる時ね、あるいは小豆とか夏豆を植えて、夏豆っていうのは多分枝豆のこと、大豆だと思うんですけど、夏豆を植えて取り入れる時、これ全部しんどい仕事じゃないですか。でも、その全て全て餅や団子を作る楽しみのため汗を流していたと言っていい。もう団子とか餅を作る楽しみ、今私たちは餅つきとか、まあ団子はなかなかお家で、まあ、作らず買うことが多いと思うんですけれども、だから麦踏みを、している時に、麦踏みも麦で団子を作る楽しみなんですね。
で踏んで団子が作れるっていう。で、子供の石村美智子さんが麦踏みをしたがると、お母さんが歌うそうなんですけど、もう即興で歌作る、で歌語りなんですよ。だから歌でもないし語りでもないし、ちょっと節をつけて、こうかの子供の彼女に話しかけるんですね。でこんな歌だと彼女は覚えてるんですけど、ほらこの小麦女は団子になってもらうとぞって、小麦女っていうのは小麦のことに女ってつけて小麦女、ほらほらほらこの小麦女は団子になってもらうとぞ、やれふめやれふめ団子になってもらうとぞって歌うんですって、ささやくように。でその続きがあって、ほらほらほらこの豆は団子のあんこになってもらうとぞ、ネズミ女どもにやるまいぞって歌うそうなんですね。まあ詩人ですよね、お母さんもね。さすが石森さんが、まあ、あんな風になるのもわかるっていうか。でネズミ女、まあ、ネズミにも女という言葉がついて、ネズミ女にやるまいぞって歌いながら麦を踏んで団子になる楽しみを思いながらその農作業をする。でここではですね、小麦もネズミもそれから人間も団子もみんな同格なんですよ。でそのお母さんのささやき歌というか、あの歌語りの中では常にそうやって全てが同列に出てくるっていう。でおそらくそれはお母さんがそうだったっていうだけではなくて、かつての水俣天草あの一帯の人たちにとっては生き物っていうのも、それから草木も、食べるという行為を通した時に全て同列になるっていう捉え方なんですね。だからそのあらゆるものをそういうふうに見えるので、ちょっと面白い話が出てきて、石村さんがもう年を取って、で近所のお寺さんが山うどを取ってきてくれるんですよね。で山うどって、あの山で取ったうどって売ってるうどと全然違うんですよね、栽培のうどと。私も山うど取るんですけど、山うどってガーでかくなるんですよ。ご視聴ありがとうございました。番組への感想、質問、リクエストなど、メールで受け付けています。メールアドレスは info@3rings.shop。概要欄にも載せています。また、3リングスでは、大事にしていたけど人に譲ってもいいなと思える本を風呂敷1枚分に広げ、人と本がつながり、循環していく、風呂敷古本市を企画しています。次回は春分を過ぎて少し暖かくなる頃に開催予定です。スリーリングスのメルマガでもお知らせしますので、概要欄からメルマガへの登録もよろしくお願いします。